分たち税金でぬくぬく、そして税金が取れなかったら国債をバカバカ発行して、今その日本の国力、国土を毀損している先頭に立っている役所は経産省、原発推進しているその部局だ。他の部局だって一蓮托生だと思われたくなかったら、原発推進の部局に対してやめろと、情けないだろう。日本の経済を原発によって破壊されたら、日本の社会が、まっとうな社会が壊れていくだろうと、他の部局が原発推進の部局に対してきちっとものを申せ。当たり前だろう、大人として小山のたちに何万年もかかる管理するだけのそのコストを考えれば、経済コストを考えてみれば、その場をはじけばすぐ分かることだ。私は小さな商店の親父です。この4年、全く日本という社会が無知と無関心に覆われた、国民をバカにされた、バカにされた民度の低い国民であると自分が生まれたくないから、私は自分の生活の中にこの抗議行動を取り組んでいる。本来だったら三味線でも聞いてのんびりしたいとこだ。まったくそうだ。もうこの親父の残りの人生、本当に腹立った腹立ってしょうがない。はい、コールに行きます。最下の反対、最下の反対、原発廃炉、原発廃炉、最下の反対、最下の反対、原発廃炉、原発廃炉、最下の反対、最下の反対、原発廃炉、原発廃炉、最下の反対、最下の反対、原発廃炉。また来るからな。君がフラットだって決めてるからな。どんどん行きましょう、どんどん行きましょう。どうぞどうぞ、どんどん行っちゃってください。今までね、どうしても分かんなかった。住めなくなるのになんで再稼働なのっていうのは分かんなかった。なんでなのって。だけどね、ちょっと考えてみた。このまま行くと日本に住めなくなる、これほぼ間違いないよ。30年後か50年後かわからない。だけどこのまま行ったら日本に住めなくなる。だから再稼働なんでしょ、あんたたちは。だから再稼働、なぜか住めなくなるから再稼働をして、核武装をして戦争の準備をする。あんたらそう思ってんじゃねえの。そうとしか思えねえんだよね最近。俺真っ平だよそんなの。それで戦争が嫌だっていうのは利己主義で、何言ってんだバカ野郎。あんたの方がよっぽど利己主義だよ。住めなくなってどうすんだよ。小松左京は言ってましたよ、あの人。私の興味があるのは日本沈没、あれはただの舞台設定で、私のテーマは日本人が日本列島に住めなくなる、その時どうなるのかが私のテーマですって。小松左京さんそう言ってたよ。インターネットで聞いてみな、出てるから。でも俺はそれを読んだ時ピンとこなかったけど、今リアルに感じてますよ。日本に住めなくなったらどうすんの。核武装なんかしたかねえよ。戦争も真っ平だよ。俺はここで住んでいたい。以上です。ありがとうございます。今おっしゃったことにちょっと視点を加えてよろしいでしょうか。私ね、このね、日本という国が核武装を従ってるっていうのはこれ疑いないと思うんですが、ただね、今回これ明らかにアメリカ側の要請でしょ。で、アメリカにおいて、先ほどもここで言ったことですけど、アメリカにおいてはもうアメリカ国内で原発の新増設認めないって言ってるんですよ。で、代替エネルギーを推進するって言ってんですよ。でも
核軍縮する気アメリカないじゃないですか。核兵器は増やす、原発は減らす、じゃあプルトニウムどうするのかって、これもひょっとして日本に作らせようとするための最下部なんじゃないかと私疑っちゃうんですよ。だとするとこれ以上情けない話ないんじゃないですか。よその国のプルトニウム作るために、しかもアメリカ側にしてみたら、もう福島第一原子力発電所の事故で汚染されてるからいいじゃんっていう発想の可能性はないですか。どうせ汚染されてるからいいじゃん、プルトニウム作れよって要請だとしたら、こんな情けない話ないですよ。これは本当に恥知らずです。もちろん国内における核武装にも反対だけど、プルトニウム供給基地なんかになるのはもっと反対ですよ。核兵器なんかなくさなくちゃいけないんだよ。そもそも核はなくさなくちゃいけない。ブレイクオール、核をなくそう、核をなくそう、世界から核をなくそう、ちょっと用事がありましたので、それだけ済まして帰るつもりだったんですが、まあ、頑張りたいと思います。おー、皆さんお久しぶりです。お久しぶり。労働者は労働に負けない。労働に負けない。じゃあちょっとだけ、僕は以前九州電力東京支店の前にも行ったことあるんですけど、九州福岡県の出身です。でもうここにいらっしゃる皆さんはご存知の通り、
仙台原発が再稼働されました。で、九州っていうのは福岡を除いてやっぱりあの第一次産業とかそれから観光業に頼っていかないとどうしても成り立たない。で、人口が少なくてどっちかというとその過疎のところに佐賀県それから鹿児島県に、原発マネーを持ちかけてですね、で原発がないと、立ち行かないようにする。で、同じことを九州電力の東京支店の前でも言ったんですが、これは暴力団が、人を覚醒剤漬けにするのと同じなんです。そうだ。で、それを国の金でやってるっていうこと自体がこいつらは暴力団より汚いんです。そうだ。で、今年の夏も電気余ってんじゃないですか。そうだ。あなた方だってどんだけ電気つけてるんですか、人いないのに。そうだ。原発動かさないとね、電気がね足りないって言ってるくらいなら節電しなさいよ。江戸時代に戻れ、この野郎。紙しぼだ、紙しぼ。うちの会社の人間でツイキャス見てる人はいないと思うから言わせてもらいますけど、 3.11 以降の節電しましょうっていうポスターが未だに貼られてて、そして仕事場の蛍光灯のスイッチのところは黄色いテープで節電と書かれたスイッチが約半分あるんですよ。なぜ我々だけがこうやって苦しい思いをしなきゃならないんですか。そうだ。で、そして今度は食料の観点から申し上げますけど、 3.11 以降ですね、やっぱり東北の方の、ね、汚染がかなりあれということで、九州の方に食料のあれを頼ってるっていうのはかなりあるんですよ。ご存知の通り九州っていうのは、お米にしろですね、野菜にしろ畜産にしろ、かなりの量を産出してます。で、仙台、玄海、このどちらかの原発で事故があれば日本の食料事情は壊滅してしまうかもしれないんです。で、それに加えてですね、今度は TPP を推進して挙句の果て食料がない場合戦争までしようとしてるんです。で、あなた方はこの国を滅ぼすつもりですか。どうなんだ。皆さん本当に暑い中連日お疲れ様です。疲れてる。証拠にもないこのバカタレどものために我々は遅くまでこうやって仕事で皆さんお疲れのところ声を上げなければいけません。そして残念ながら仙台原発は動いてしまいましたけど、僕がスタッフとしてやってるところのですね、主催者も言ってます。動き出したからと思って諦めることはない。我々の力で止めればいいんだ。そうだ。ということで、これからもめげる人は一人もいないと思いますけど、頑張っていこうじゃないですか。で、やっぱやんなきゃいけないし、ちょっと待ってください。みんなの弱気に何枚だ。疲れた体を何枚だ。何を用意したのかと思った今。何が入った、すげえ期待したの。何持ってきたのか。帰る気満々だったので喉が渇いてました。光るこういうもんだったね。じゃあ行きますか。ちょっとだけね、ちょっとだけ、はい、触れもしてないし。それでは皆さん、羽田の前以来伝説のコールが帰ってきました。行きましょうか。経産省は何枚だ。
全てのことに何枚だ何枚だ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。本当にというかね、お集まりの皆さん、本当にお集まりの皆さんにお疲れ様です。あのこちらの黄色いのぼりを持った方、先ほどおっしゃられてましたね、え私はあの 3.11 以降こうして、ね、金曜日になると抗議に参加し抗議を行う、これをもう自分の日常に組み込むことに決めたと。でもここにおられる方皆さんそうじゃないですか。金曜になって、いや金曜だけじゃない、ドラムを叩いて抗議をすること、それを日常に組み込むことを決めた。マイクを握って彼らの悪事を糾弾する、それを日常にすることを決めた。それを記録することを日常にすることを決めた。そんな皆さんに今改めて言います。無制限の敬意と愛を表明いたします。我々は無駄じゃない、我々の行為は無駄じゃない。今回の仙台原発再稼働に関しての、そして福井地裁のあの運転差し止めの仮処分の決定を丸無視して進められる高浜原発の再稼働使用前検査、これを見ても原子力規制委員会なるものが全く機能していないこと、これは明らかです。そしてその上で私が何が言いたいか、その上でもまだ原子力委員会というもののあり方を擁護する方がおられます。いやいや、それでも原子力委員会があるからこそ九州電力はすぐには再稼働できなかったんだよというおっしゃられた方がおられました。私は喧嘩で否定しました。それは彼らが再稼働に手こずったのは原子力委員会の功績じゃないよ、我々の功績じゃないですか。そうだ、我々の声は無駄じゃありません。こうしていけないことはいけないと言い続けることを日課にした我々、日常の中に組み込んだ我々こそが再稼働を手こずらせたんですよ。ますます手こずらせてやろうじゃないですか。そしてやれなくしてやろうじゃないですか。そしてもう一つ呼びかけの私から、私がなんで経済産業省にこだわってるかっていうとですね、原発の問題もちろんもちろんです。だけどここは原発を動かし、そして皆さんもご存知ですよね、武器輸出が解禁になったの、この国で武器を売ってる責任官庁ですよ、ここ。原発を動かし武器を売り、そして TPP により我々の命生活を売ろうとしてるんです。そういう象徴です。これは是が非でも我々は糾弾してこんなことやめさせていかないといけません。我々の声は無駄じゃありません。彼らの抑止、彼らの企みの抑止になります。絶対に彼らの企みの抑止になります。皆さんめげずにやっていきましょう。はい、それでは次の方、どなたかおられますでしょうか。ご発言を、あ、どうですか、せっかくおめかしをして来られてますから。はい、センスでポンポンやってくださいよ。あいつの頭、そうそう、あ、そっか、それ暴力だ、それあそこが建造物だからね。いや、暴行障害。じゃあちょっと、理事は、あ、どうも、お疲れ様です。あ、どうも、ありがとうございます。あ、皆さん、こんばんは。こんばんは。本当に、私たち経産省に向かってしっかり浸透です。 NPT の問題もあります。そしてせっかく止まったんですよ、原発。 それをね、どんな理屈をつけても合わないです。もうまず、電気が足りなくなるとずっと嘘をついてきました。ところが電気十分に余ってますよね。それに私たち
原発止まって何の不利益を得ていません。むしろ快適でした。何を今度利用にして動かしてんでしょうね。で今日もなんかなんかね事故があったみたいなんですけど、思うんですけど、原発って人の手で生み出したんだけど人の手に負えないんじゃないかと思うんですよ。そして土台ね、無理です。こんなね地震大国の日本に原発をね首飾りのようにつけちゃった、ここはもうそもそもの間違いなんですよ。もうやることは、経産省の皆さんがやることは、とにかく一日も早く原発の老朽化した原発から廃炉にしていく。その廃炉にもものすごい時間とお金、それから場所にもよりますし、すごい知恵がいるわけですよ。ですからそこにね一番エネルギーを注ぐべきであって、むやみやたらとねあんなねインチキのね安全基準にOK したからとか、こんなことね私たちは騙されるわけにいかないんですよ。冗談じゃないです。一刻も早く廃炉にしなさい。そしてこれを言うとどんな議員さんでも嫌な顔します。それは六ヶ所村の核のゴミを貯めているところがもうなんと 93% です。 93% って言ったらほぼいっぱいですよね。それをねどうやってこの動かせば動かすほど核のゴミというのは増え続けるわけですから、もう止めりがないと思ってるんですけどね。これどうやってね勝手な理屈をつけるつもりか知りませんけども、先ほど藤さんがおっしゃったように私たちはこのねこれからなんかあちこちでまた再稼働を目論んでおりますが、もう絶対に動かさせない、その覚悟でいます。そしてもしですね仙台みたいに動かしてもこういうふうに書類がこんな厚いのが来るそうなんですよ。でそれを一つ一つ全部クリアするのに大体1ヶ月ぐらいかかるんだそうです。だから再稼働というのは結構面倒なものらしいんですね。ですからそういう時にこういうねちょっとした、まあ向こうとしたらちょっとしたことなんでしょうけども、そういう不具合があったら放棄していく。そして13ヶ月経つとまた経験がありますから、その時に大井原発みたいに止めていくか、もうとにかく原発を止める。そして本当に情けないのは武器輸出ですよ、ね、そしてね時は、三木武夫さんの時に、武器輸出三原則というのが決まって、それをどうにか守ってきたんですが、それが解禁になってしまいました。そして安倍さんは外国に行って非常に熱心に原発を売り込んでいます。そして事故を踏まえて世界一安全な原発を作ったからと、だから皆さん買ってくださいと、とんでもないことを言っております。これにも皆さん反対していきましょう。私たちの時代で済むことではない、私たちの子供や孫の世代に必ず災いを起こす、命を脅かす、そういうものを経産省の皆さん何とかして止めなさい。それしかあなたたちも私たちも生きる術がないんですよ。非常に不安を抱えてこうやって集まっております。ですけど私たちは絶対に諦めません。ここにいる方は今日はちょっと少ないですけども、全国から注目しています。この間私がテントに行ったら外国の方が見えられて、あなたたちは確かにここにいるのは少人数だけど、あなたたちがしていること、これは地球上のあらゆる国の人が見てるよと、だから絶対孤独だとかそういうふうに思わないでくれ、そして一緒に戦おうと言ってくれました。本当にその通りだと思います。ですから私たちがやっていることは絶対に無駄ではない、また無駄にしてはいけない。これは私たちは本
と平和を守る、このね、日本ですね、命が大事、平和を守る、ね、それが私たちの基本です。それは経産省にお勤めの皆さんも一緒だはずですよ、ね、どうか命の原点に戻って考え直しなさい。そうじゃないとあなたたちの未来もありません。では次の方に代わります。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、そうなんですよ。あのね、今あの IT 技術の進歩っていう言い回しは古いんでしたっけ。 IT 技術、この間 IT 革命っていう言葉を使ったら馬鹿にされましたんで、なんて言えばいいんだろうな。あの少人数のように見えても実は広がりを持ってるんですよ。あの私のこのあまり参加者が多くないこの、あ、皆さんいつもありがとうございます。あの私のつまらない行動にあのいつもあの参加していただいて、あの皆様のおかげであの盛り上がってますね。あ、どうぞどうぞ。あ、今の言葉で思い出したんですけど、非常にね嬉しいことがあったんですよ。それはもうだいぶ時間が経つんで、皆さん、あ、なんだ知ってるよっておっしゃるかもしれませんけども、あの自民党の若手議員が集まって、あの大宮で最初にね、あの皮切りだったんですね。で街頭宣伝をしたんですよ。そういう時にこういうあのなんかみんなツイッターで呼びかけたのか知りませんけども、なんとね向こう10人こっちは50人ぐらいで、みんなね、それこそあの原発やめろとかね、安保法制反対とかね、それから平和を守れ、救助を守れ、ね、戦争反対、そういう声を上げたんですよ。そしたら議員さん、一人がね読んでたんですけど手が震えてるの。だからね、あなたね読むのなんてみっともないんじゃないかとね、選ばれて国会議員になったんだから自分の言葉で喋りなさいって言って余計震えちゃったんです。それで地元選出のまあちょっとイケメンのね若いなんかエースだとかって言われてるんだけど、その議員に至っては真っ青になっちゃってね、震え、本当にね、なんて育児なしなんだろうなと思ったの。これが自民党の人で、こっちはどんどん増えちゃって、で買い物の途中の人たちもね入ってくれてどんどん増えちゃって、学生さんとかみんな安倍さん嫌だとか、それで100人以上になっちゃったんですよ。でつまんないちんけなねチラシ、ちっちゃくってね虫眼鏡じゃないとね読めないようなね、こういうつまんないチラシを配ってんの。でもそれもほとんど受け取る人がいなくって、それで自民党がほら皆さんご存知ですよ、漫画作ったの、会見漫画、ほのぼの一家のなんとか、あれうまいのよ、実にうまくきっかけがあるの。だけどそれをね10万冊用意したんだって。それで大宮を皮切りに東京で2カ所とか全国で配る予定だったんだって。ところが最初の大宮で1冊も配れなかった。それが全国ずっと飛び散って、なんか聞いた話によるとどこも配れなかった。でも悔しいのは、それ私たちの税金で作られたってことが悔しいんですけど、まあ、そのぐらいに不人気ですね。ですから私、安倍さんはまあ体調のこともあると思うんだけど、非常にね、脆いんじゃないかな。そのこの安倍政権はそんなに続かないんじゃないかと思ってるんですけど、9月 の、 総裁選にはなんか対抗馬がいないそうなんで、無投票で選ばれる可能性も出てきました。まあどんなね、総理大臣になっても悪いことは悪いんだ、ダメはダメだとはっきり言い続けていきましょう。ごめんなさい、長くなりました。いや、ですね、私、本当にこのツイキャスというネットの映像配信をしてくださる方、本当に皆さんにいくら感謝しても足りないと思ってます。でこの技術なんですよ、この技術がね驚くほどのね広がりを持ってるんですよ。かつ言う私もびっくりしてることが何度もあって、ここである時金曜日にパルチザン帽をかぶった赤い星のついてるあれですよ、パルチザン帽をかぶった、しかも網上げに軍隊のパンツを履いて黒いランニング着たいかつい白人がそこに仁王立ちになって私のことじっと見てるから、
だからあのなんだこいつはと思ったら、どうもあのネットの中継をアメリカで見た、アメリカのあの紡績工場労働者組合の労働組合の委員長の方です。あのアメリカという国であの労組の委員長をやってる方、ここまで風貌まであの左翼な方なんだなと、改めてあの感心してしまいましたが、でその他にもあのドイツから来られた方おられました。あのドイツからわざわざあのネットの中継見ましたと言って、私にあなたのドイツの脱原発政策についての言及は間違ってると、わざわざ日本にまで言いに来てくださいました。その他あのハワイでご覧になった方もここに立ち寄られてます。ですんであのいずれもあの日本の方ではなくてあの白人の方が多いですね。あのですからあの本当にあのこういった技術の進歩と行動を組み合わせることによってあの悲観することはないと思います。本当に広がりは持ってます。ですからあの今ここでの今この一点での規模をあのあまり問題にしてしょげ返ったりとか踏ん取り返ったりとかしてはいけないと思います。まあいいや、余談です。では次の方どうぞよろしくお願いします。大臣さんが受付ももらって、そうですね、あの諦める諦めないの話がちらっと聞こえてきて、諦め今までね戦ってた方で諦めた方なんていらっしゃらないと僕は思ってるんですが、諦めてないから戦ってる、ね、そうですよね。うん、諦めないですよ。なぜかって言ったら、その諦めるって何を意味するかって言ったら、生きるのは諦めるっていうことですもん。未来に期待するのは諦めるっていうことですもん。これから未来を作っていく自分たちの仕事を諦めるっていうことですもん。やらないですよ。まあ仙台原発再稼働ね、本当に絶対許さないですよ。絶対許さないですよ。だけど本当にうちは絶対諦めない。最後まで戦う、一日でも長くあんたよりあんたたちより戦ったこちらの勝ちになるように頑張っていきますよ。そしてですね、あのなんで安保に関しても基地に関しても原発に関してもそのね、アメリカの言いなりになってプルトニウムじゃあ、渡していって核武装化させて、じゃあ核戦争させて、たくさんの命を奪おうとアメリカがする、それに日本が加担する、あるいは日本が積極的にそれやってしまう、そういうことも全部させやしませんし、基地、沖縄の人たちがもういらない、そんなものはいらないと言っていようが、あなたたちがどんなに押し付けてこようが、基地を押し付けようが、そうじゃない、戦争なんか絶対にしてはいけないんだと学んでるあの人たちが絶対に戦って、基地なんか作らせない戦いをやり抜くことも分かってる。そして安保、我々日本が昔侵略をしながらどんどん人々を殺していって、そんなことはもうしたくない、もう戦争だけはしちゃいけないよ、たくさんの被害を生んだ第二次大戦のおじいちゃんおばあちゃんたちも俺にはそう言っている、そうやってみんな分かってるんですよ。なんで戦争、それが何でも何もない、戦争なんかしちゃいけない、戦争のための基地はいらない、原発使って核戦争なんか起こしちゃいけない、そういったの全部分かってるから、どんどん反対者が増えてってるじゃないですか。あなたたちがどんなに理解を得ようと、いや全然努力してるようにも見えないですけれども、見えない、うんね、見えない、全然見えない、だけどもうボロ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 嘘もバレてね、隠蔽していたことも全部バレていっている中で、あなたたちがどんなに頑張ったって我々は絶対騙されずに人の命を助けるこの抗議行動をやめたりしないですよ、当たり前でしょう。で、この基地と原発をアメリカが押し付けてきている、それを平気で、なんであなたたちも積極的に参加してね、安保の問題も経産省さん外務省さんと組んでアメリカと組んでやってるっていうのも全部分かってるわけでしょ。だからで、そして第二次大戦で三菱が
裏で大儲けしていたことも分かってるんでしょ。企業のために、企業の儲けのために戦争があって、企業の儲けのために原発があって、決して国民のために、国に住んでる人のためには、国に住んでいる我々底辺の人のためには原発や戦争があるなんてことないってことを分かってるから、これだけ反対者が増えてるんじゃないんですか。そして、先ほども言われていましたが、原発がこの2年近く止まっていた、それは我々がそれに気づいてしまって、あなたたちをどんどん攻撃しに来ている、だからなんていうのはもう分かってしまっているんですよ。もっともっとあなたたちを攻撃して、攻撃してじゃあ、あなたたちを弾劾して追及して、必ず原発もう一度止めてみせようじゃないですか。戦争なんか絶対させない、この戦いやり抜いてみようじゃないですか。あなたたちなんかに絶対負けない、我々は必ず戦争を止める、原発も止める、基地なんか作らせない、皆さん共に戦いましょう。いやでもね、はっきり言ってあれです、2011年3月11日福島第一原子力発電所が弾け飛んで、それでその後4月10日にでっかいデモがあって、私もそこら辺あたりからね、脱原発運動というものに入った人間ですけどね、まあ最初ちょっとブームみたいになって、脱原発バブルみたいになって、でなんかちょっとノリでデモとかに来て、ネット上でマジ原発いらねえしとか言ってたけど、私はショックだったのは、そのうちの何人もに俺も飽きたって言って去られたことですけどね。だけど私は正直、私そんなに人間というものに期待してる人間じゃないんでね、正直今になってびっくりしてます。これほどまでに意思を持って、そして意地を持ってこの問題に食らいついてる人間、これだけの人数が歯をかけずに、もう5年目ですよ。私このことすごいことだと思います。で、人間の意志の力って強いんですよ。一人の意志の力だって強いんですよ。それがね、これだけまとまった数の人間がね、諦めない、絶対に諦めないと決めてんですよ。そしてその心を決めさせちゃったのもあんたちの愚行です。そこまで追い込んだのもあんたちの愚行です。私たちは別に楽しくてそうしてるわけじゃない、楽しくって意思を固めたわけじゃない、だがしかし固めざるを得なかった、固めようと決めた、固めたんだよ。そして固めた大元は君たちだ。皮肉なことだよ、人間の意志の固さっていうものを私に見せてくれたもの、あんたたちだった。皮肉な話だ。だがしかしその一点だけはあんたたちに感謝しよう。人間の美しい一面を見せてくれてありがとう。だがしかしこれ以上見たくないよ。皆さんそうでしょ、グダグダしたいでしょ、グダグダしたいでしょ、グダグダするその日を夢見て、私は最近9時半に終わる主義なんでね、そろそろお別れの挨拶に移りましょうか。経産省はよく聞けよ、いらない。
久々にここに来ました。先ほどの話で、なぜ諦めないかという話がありました。私も諦める気ありません。それは言葉は本当はちょっと違うんですよ。諦めるとか諦めないとかそういう問題じゃないんです。私にとっては諦めるじゃなくて今の状態がありえないんですよ。私は今まで本当に真面目に生きてきました。人のことを考えながら自分は何をしたらいいのか、そして何が間違っていて何が正しいのか一生懸命考えて生きてきました。それがですよ、今の世の中あなた方のやっている政治何ですか。これはめちゃくちゃじゃないですか。人を思いやる気持ちは全くないし、科学までも否定するようなめちゃくちゃをやってるじゃないですか。なんでこれが通るんですか。本当むちゃくちゃですよ。原発問題特になんで安全なんですか。こんな原発補充の壁とか言ってたのもさ全然壁じゃないじゃないですか。燃料くるんでる被膜がなんで壁なんですか。そうやっていろんな細かくばっかり、そして原発壊れて未だに収束もしてないのに、させられないのに、それを正当化するために、原発を正当化するために放射能は漏れても安全だとむちゃくちゃ言って人を傷つけているじゃないですか。このお役所の中であなた方何だと思ってるんですか。一つもう一つ言いたいことがあります。あなた方役所の人たち、あなた方はね本当にね今狂ってるんですよ。あなた方こういう立派な建物に入って周りの高学歴の人たちと一緒に仕事をしていると何をやっても
自分たちは正しいことをやってると勘違いしちまうんですよ。そしてこの日本という国、メイドインジャパンという品質、技術力、今までのそういった名声があって、自分たちは日本で日本の経済を動かしている、学歴も高く、みんな頭良くてまともなんだと。それはね、今もうあなた方勘違いなんですよ。わかりませんか、経産省の皆さん。周りだけ見て、近くだけ見て、自分たちはまともだなんて勘違いしないでください。もっと広いとこから自分たちを見つめてください。世界から今この日本を見たらどのように見えるか考えてください。めちゃくちゃですよ。原発壊れて放射能汚染でぐちゃぐちゃになっているのに、30年前の古い原発を再起動しましたね。またいつか壊れるの見えてるじゃないですか。東急原発30基も。もういいですか、ゴミも。あなた方バカなんですよ。いつの間にかバカになってるんですよ。それをちゃんと認識してください。世界から見たらどう見えるのかちゃんと見てください。海外メディアが何と報道してるのかちゃんと見てください。